なきりあやめよう。はい、あなたが懺悔したいことは何ですか？最近ちょっと配信でも話したんですけど、トイレを最近詰まらせすぎていまして、トイレをアイドル、あれちょっとすいません、あのアイドルなんですけれども、ちょっと少しだけ汚い話になってしまうんですけど、ちょっとすいません、あのですね、配信でちょっと一回トイレを詰まらせたよって話をしましてですね、まあプチ懺悔も入りまして、一回という体で話しておりましたが、計3回ほど詰まって、3回なれたか、あやめさんごめんなさい、そこ嘘ではないんですが、話しなかったです。なんで少なく言っちゃったんですか？ちょっと恥ずかしかった。ちょっとね、3回もって言われちゃうかなと思って、ね、1回っていう程度、1回のみしか話してなかったんですけど、エピソードを。確かに我々も今3回もって思ってますね。そうですね、3回も詰まらせんか。そうなんですよ、あのトイレットペーパーの使いすぎが一つと、あとあのトイレ用品って、あの 拭いて流せる商品あるじゃないですか。あれをあの流すセルって書いてあったから、流して詰まらせたの、トイレ用品が悪いと。なるほど。でも、ね、そんなきりさん、それちなみにトイレットペーパーどのくらい使われてるのか、ちょっと実演していただいてもよろしいですか？ちょっとこれを説明するがために、先ほどトイレ行った時に測ってきました。まずおトイレに入りまして、トイレットペーパー引きまして、大体世の片腕153センチなんですけど、この片腕をですね、ガラガラガラと引いた、同じ長さを引いた、量しか何かガラガラガラ、これを 5回分ほどの長さでした。そうです、引きすぎですよ。今世も改めて数えたらやばいなって思ったんですよ。でもみんなさ、トイレって、回数わかんないじゃないですか。みんな個室に入ってるから、みんなどれぐらい、あの引く回数か、長さとかわかんないから、世が多いって自覚がなかったんですよ。あー、なるほど。そうで、あのね、業者さんに直してもらった時に、あの言ったら、ちょっとそれは多いですって言われてまして、5回は長いそれはね、しかもダブルでしょ、きっと。いや、ダブルでしょ。一緒に言ってみてください。ダブルはマジで詰まりやすいんです。誰もそんな引かないからちょっとね、トイレの流れがね、ちょっと弱かったのもあって、詰まりやすかったのもあったんだけど、そう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 、で、あの詰まらせてごめんなさいっていう懺悔と、とその詰まらせてからお家のトイレを流すのがちょっと不安なんですよ、ちゃんと流れたかなと思って、ちゃんと見ながらね、あ、よしみたいな、よし、よし、流れた、よし。ちょっと遅く